吉村虎太郎のトララジオ。こんにちは。こじゃんと暑いですね。いや、今から暑いって言いよったら8月になったらもう溶け中かもしれん。まあこう言いながらすでに汗がこじゃんと流れております。土佐おもてなし海援隊汗っかき吉村虎太郎でございます。そろそろ暑さ対策をしていかんとね。高知の夏の暑さはこじゃんと野望ございます。さて話は変わりますけれども、今回からこのトララジオアシスタントとしてこの方がついてくれることになりました。はい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 、どうも土佐おもてなし海援隊のジョン万次郎でございます。イエーイ。なんかですね、はいはい、前回のトララジオが好評でございまして、ジョン万さんをぜひ出してほしいという要望にお答えいたしまして、今回からまあアシスタントという形になりますが、よろしいでしょうか。よろしいです。ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあね、もう2人もおるきゲストはいりませんね。そうですね。ちょっと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 、お待ちお待ちお待ち。ん、誰？わし岩崎弥太郎と言います。弥太郎かい。分かっております。もう本日のゲストは土佐おもてなし海援隊岩崎弥太郎さんでございます。よろしくお願いいたします。いらっしゃい。ね、なんか弥太郎さん最近いじられキャラになっちゃいますよね。確かに。はい、まあ、今日もこじゃんといじってまいりましょう。はい。はい、ではここで本日の1曲、土佐おもてなし海援隊夢の続き。懐かしい風たち、新たな息吹よみがえる光、人の輪のぬくもりに微笑みがこぼれる。 Your smile my dream。 この美しいふるさとで吉村虎太郎のトララジオ。一度あの夢のあの夢の続きを。もう誰ですか、ハモってるの勝手に。はいはい。というわけで今日は弥太郎さんをゲストに招いて、はいはい、お話をしていきたいと思っておりますけれども、はいはい、最近弥太郎さんどうですか。そうやね、だね、海援隊の中では、はい、ね、よくいじられるって確かに言われるんやけど ね、 ねわしとしては、ね、もういじってくれてもなんぼのもんやきね、全然嬉しいです。あ、そうなん。じゃあもう公認のいじられキャラということで。そうなんです。全然もう大丈夫です。全然。なるほど。まあ我々ね、高知県の観光 PR 隊ということで、皆様にこの高知の情報をお伝えするわけでございますけれども、うん、最近どっか行きました？最近ね、やっぱりわしあのふるさとの秋市へね、ちょっと里帰りさせてもらっちゃった。ほうほう。ああ、はいはい、よく行ってます。よく、結構最近ね、帰ることが多いかな。ああ、そうかそうか。そう、まあ、私のふるさと、高知県の、 あの東部の方に安芸市っていうとこあるがですけど、うん、そこ出身でございましてね。はいはい、はいはい、安芸市のね、井の口っていうとこ出身長いけどね、うん、もうね、幼い頃はね、もうわしもごちゃんと貧乏してね。おお、そうなんですか。そう、貧乏貧乏でね、ほんと日々の生活に苦労しよったわけ長いけど、はい、やっぱり侍の時代に、うん、やっぱり学問をね、こうちゃんと頑張って、はい、だんだん努力に努力を重ねて、なんと明治時代にあの三菱財閥を作ったと。
そういうわけなんです。すごいですよね。そんな偉大な三菱の創始者がいじられ役でございますからね。秋といえばこうちゃんと魅力がある場所ではございますけれども、エタローさん的におすすめの場所とかあったりします？あ、やっぱりね、やっぱりふるさとということで、はい、あの和紙のね、あの岩崎弥太郎聖火がね残っちゅうがやけど、うん、やっぱりねこの聖火にちょっと注目してもらいたいかなと最近思ってます。あ、なるほど。というのも、はい、あのやっぱりあの武士から実業家に転身した、まあ、あの偉人ということで、はい、ちょっとねその聖火にちょっとパワースポットになっちゃって、うんうんうん、ある意味そう転職とか、はいはい、あとであのちょっと起業したいよっていう方の、うん、ちょパワースポットになっちゃうっていうことを、そんなん初めて聞いたでね。そうそう、初めて聞いた。巷でちょっと話題になっちゃうらしいよね。なるほど。じゃあもうこう職業で成功した人というのはもう弥太郎さんの成果にぜひ拝みに来てと、拝みにエネルギーを来てもらったと思っちゃう。なるほど、わかりましたね。弥太郎さんは安芸市のことはもちろん長ですけど、この高知の観光についてすごい詳しいがですよね。そうですね。そう、こういうお便りが届いちゅうがですよね、ジョンマンさん。はい、お便り届いてます。ペンネーム昆布さんから。昆布さん、誰ですか？多分私が主にあの紺色のもじゃもじゃと思います。昆布さん、昆布さんでございますね。はい、はい、最近弥太郎さんのブログを見たらいろいろ言ってるみたいですけれども、どこか印象に残ってるところはありますか、というお便りが届いております。ほうほうほう。弥太郎さんのブログね、あの今日ここへ行ってきましたっていう面白いブログを書いてくださってますけれど、結構行っちょりますよね。そうやね、ここは1年間ぐらいもうすごい陽気のところに行かせてもらってね、いろいろ本当に思い出に残るところばっかりやったがやけど、 あれは自分で行きたい場所を、選択していくわけや。そうやね、なんか、うん、ある程度ここに行きたいなっていうのを決めて、あの観光パンフレット読んでね。でそう、そのスポットの周辺散策とか、はいはい、してみたりとかしてますわ。うん、そしてそしてあの、うんうん、印象に残っているところはありますか、ということなんですけれども、はい、あ、最近ねちょっとよく行かせてもらうのがちょっと、まあ、都会暮らしからちょっと離れて、うん、ちょっと高知県の山の方へね、山奥の方へちょっと行かせてもらうことが多いがいけど、高知森林率 84% でした。どこ行っても山か海かと思いますけれども、まあ、山の方へ行くんですね。そうで、ちょっとまあ自然のパワーをもらいにというか、ちょっと癒しを求めて、ね、よく行くがやけど、うん、やっぱりな、高知県のちょっと山奥の方行ったらね、あのいろんなブランド牛というか、いろんなお肉がねよう生産されるがやけど、はいはい、近頃行ったのがね、あの大川村かね、うん、おー、行きました、行きましたよ。 うん、そこでね、あの大川黒牛っていうちょっと珍しいなんかお肉食べたがえてと、本当にね年数頭しか取れんような牛で、ぜひともちょっと食べてみたいと、どんな味がするのかなと思って、うん、ちょっと車でぶっ飛ばして行ってみました。はい、大川村へでね早速食べてみました。はい、やっぱりねこう普通のお肉と違って脂身が少なくて、やっぱり女性の方にもこれはヘルシーにいただけるんじゃないかと、そう思うようなね、ちょっと本当に珍しいお肉食べてね。しかもあそこのお肉、私も食べたことがあるがですけど、はい、あの普通こう脂身が少ないって言ったらこう硬いイメージになると思うがですけれども、こうちゃんと柔らかくて、舌の上で溶ける感じがするやつ。溶けるの。ジョンさん食べたことあります？あんな高級なもん食べたことない。高級なもん、高級。あのね、牛丼やったがいけどね、ちょっと卵とじにしてもろうてね食べたがいけど、贅沢や。やっぱり卵との、ね、相性も抜群でございましたわ。なるほど。普段からお肉は好きなの？あ、実はね最近近頃食べれてなくて、ちょっと最近はちょっとそういったちょっとブランド牛にちょっと目をつけて、ちょっと高級なお肉も食べてみようかなっていう計画があってありましてね。そうそう、なるほどね。最近はちょっとそれが思い出かな。そうか、まあ、これからも弥太郎さんはね、あの、まあ、ご自身が気になるところをぐるぐる回って、うん、まあ、ブログ書いてくれると思うので、皆様ぜひ土佐おもてなし開演隊ブログで検索していただきましたら、もうこじゃんと面白い我々のブログ観光の参考にしてもらえたらこじゃんと嬉しい思います。はい、さてさて、話は盛り上がっちゃりますけど、ここで一旦 CM に参りましょう。CM の後も弥太郎さんをこじゃんといじってまいりましょう。楽しみに。KKC レコーズ。
土佐おもてなし海援隊サードシングル火の鳥ウェルカム高知旅広場。発売中。吉村虎太郎の虎ラジオ。さあ火の鳥もね、はい、真相版が真相版がね、はい、明確ね、そうですね、はい、すごいいい CM でしたね。 ありがとうございます。ジョンマンさん憩いですよね。ありがとうございます。素敵でございます。さあ本日はゲストに土佐おもてなし海援隊岩崎弥太郎さんをお呼びして、はい、まあ、いじっておりますけれども、はい、本日はもう一つお便りが届いております。はい、お便りです。ペンネーム帽子のお兄さんより。帽子のお兄さんってご自身ではなくて、ちゃうと思います。違いますか。違うと思いますね。はい、その帽子のお兄さんからお便りです。はい、うん、弥太郎さんのいつも元気で面白い歩き方に元気をもらってます。歩き方ピンポイントやないですか。弥太郎さんに質問ですけれども、はい、弥太郎さんが最近ハマっているものは何ですかという質問が来ております。ハマっているものか。はい、はい、あ、やっぱりね、ちょっと現代へ蘇ってきてからですね、はい、あのテレビ、うん、ね、ちょっとテレビをねよく見る習慣がつきましてですね、はいはい、まあ、いろんなテレビ番組があるきちょっと面白いがですけど、うん、中でもちょっとハマっているのが、はい、あの特撮っていうジャンルの特撮、まあいわばヒーロー、あ、なんとかレンジャーとかなんとかライダーというやつ。そう中です。すごい。そう中です。ハマってるんです。ハマってるんですよ。あ、そう、そう中です。なんというか、うん、ね、こう子供たちの夢や希望を持ったこのヒーローたち、うん、もう180過ぎたわしが見てもね、はい、なんかこう未来への夢や希望をねこう見出してくれるというか、こんな世界であったらいいのになとか想像を膨らませながら楽しめるっていうね、やきね最近ちょっと我ながらハマっております。けど私もちょこちょこと見たことがあるんですけども、あのストーリーがちょっとこう感動したりとか、そうなんです、ちょっとこう胸にグッとくるようなメッセージ性があったりとかして、そうなんです。確かにあの、ね、戦いとか、はいはい、そういうシーンにちょっと注目しがしやと思うがやけど、はい、そこにたどり着くまでのストーリーをね、ちょっと深くあの見よったら、はい、なかなか、ね、意味があってね、うん、これはちょっと現代でも言えることだことなんじゃないかなと。ちょっとね、いろいろ疑問も抱きながらとか、ね、すごいですね。そういう楽しみ方をね、ちょっと最近しよってね。なるほど。私よくわからんがですけれども、うん、そのなんとかレンジャーとかなんとかライダーとかという、はい、まあ、ヒーローもの、戦隊ものですよね、うん、特撮もの、うん、そう、どういう違いがあるやろうかと思うて。あ、確かにまずはね、ライダーのライダーの方なんだけど、はいはい、まあね、長年、まあ、ライダーってよくあの結構注目されてね、いろんなシリーズがあると思うがやけど、きっとね、このラジオを聴きの皆様もね、なんとかライダーって想像つくかもしれませんね、うん、ね、あの、それあの、そのライダー長いけど、うん、実はその時代の流れとともにちょっと進化していくところがあって、うん、あ、そうだ、例えばあのそれこそ、まあ、流行り物に乗っかるというか、うん、例えばあの携帯が流行った時期はちょっと携帯が、ね、アイテムになっちゃって、それが変身道具になったりとか、携帯が、そう、あとね、ライダーっていう割に電車に乗ったりとか、あと車で移動したりとかで、いろんなパターンがあるからね。もう今の時代やったらスマホで変身できるくらいじゃん。そうそう、スマートフォンとかね。すごいね。そう、やき、その時代のこう今流行りに乗っかって、もうこの話の流れとか、うん、そう、面白さがこう際立っていくというか。面白いですよね。やき、まあ、世代はね、確かにそれぞれあると思うがやけど、うん、その長年見よったら、うん、やっぱり、あ、こういう進化も面白いんじゃないかと。その時代にあったあったものがトレンドが分かるわけでございますね。そうなんだ。そのレンジャー、レンジャーと言うたら我々も色がついてますよね。弥太郎さんやったら紫、紫、ジョンマンさんは 赤、私は緑でございますよね、はい、まあ、我々も、まあ、レンジャーっぽくよく見られますけれども。そのレンジャーはどういう、まあ、そういうのあるんですか。そうだね、レンジャーはね、確かにシリーズごとに、まあ、基本まあ5人とか、うん、それぐらいでちょうどいい人数でね、活動しようがやけど、はいはい、だんだんこう進化していく上で、うん、逆にあの人数が減ったりとか、うん、3人ぐらいになったりとか、あとね、もう9人とか10人とか、数を増やしていって、ちょっとね、より色とりどりになっていって、ちょっといろんなこうキャラを持った
人が出てきたりとかして、そうそう、でもそんなに増えてしまうたら我々6人でも色喧嘩しそうやもんね。そうそうそう、でどんな色があったりするんですか。赤とか青とか緑とか、まあ、我々の色っていうのはよくありがちな色ですよね。そうそうそう、例えばね、やっぱり金色とかね。あ、金色、金色、ゴールド、ゴールドもありますし、もうブラック、ブラック、もうブラックって言ったらこう、見たら悪のイメージしかないんですけど。とかあったりとかね、やっぱあともう白とかね、あ、もうそうか、白か、そうそう、そういったね、もういろんなパターンあるがやけども、そういった人数も増やしていくということで、よりね、うん、注目しがいがあるというか、なるほど、面白さがありますよね。なるほど、前太郎さんがね、特撮についてこじゃんと語ってくれましたけれども、ほんとすごい、本当に好きながやね。そうやね、大好きですわ、詳しいもん、ね。じゃあ今日はその夢を叶えましょう。え、ヤタロウさん、今だけヤタレンジャーになって構いません。ヤタレンジャー、はい、いいんですか。ここでヤタレンジャーの登場のシーンを再現してもらえたら。そんな贅沢なことさせてもらっていいやろか。ではジョンマンさん、はい、ジョンマンさんは助けを求める子供役で、わかりました、助けてヤタレンジャーって呼んであげてください。わかりました。では用意スタート。助けてヤタレンジャーとー、ささ、愛と正義は必ず勝つ、我こそがヤタレンジャー。さあさあ、まあ今日はね、ヤタロウさんを招いていろんなお話を伺いましたけれども、はい、こちらが最後となります。はい、まあ、ヤタロウさんはね、いろんな話を聞いておりますと、いろんな経験をされてきた。ねえ、はいはいはい、もう苦労もされちゅうと思うし、うん、あといろんな人とこの幕末で交流をして、まあ、人脈を築いてたと思うがですけれども、このラジオをお聞きの皆様に伝えたい弥太郎さんの座右の銘って何ですかね。あ、座右の銘はですね、夢まで一直線でございます。夢まで一直線、はい、というのもですね、まあ、先ほどもありましたけど、もういわし、いろんな、まあ、夢はね、お金持ちになるとか、うん、いろんな夢抱いちょったかいけど、はい、まあ、それにたどり着く上でいろんな、まあ、商売とかもして失敗とか挫折、まあ、成功もあったかいけどね、いろんな経験を繰り返していく上で、うん、まあ、心が折れそうになる時もあったかいよね、はい、あったけども、必ずね、どっかでちょっと誰かが自分のことを見ていてくれるから、うん、まあ、それを信じて夢までも諦めずに一直線に努力をし続けましょうと、そういう意味で座右の銘が夢まで一直線、うん、うわーすごい、割と深いね。割と深いですよ、本当に。ヤタレンジャー言う場合やないんだよ、これ、ね、もいや、でもきっとさっきの言葉はね、聞きゅう皆さんも心にこう刺さった方もいらっしゃるかもしれません。ね、シンプルなようで奥が深い言葉をありがとうございました。さあそろそろこの楽しかったトララジオも終わりの時間でございます。はい、うん、太郎さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、今日はラジオに出演してみて。なかなか緊張しましたね。そうだ、動機がすごいですね。でも緊張しように見えませんでしたよ ね。本当ですか。もうヤタレンジャーやるときはもう心臓が飛び出る。助けてヤタレンジャー、そう、はい。やらないです。まあこれ、まあ、続きはまだあれですね、レベルアップしてからでございますよ ね、 そ、 すね、はい、そしてジョンマンさん、はい、今回初アシスタントということで、はい、この番組サポートしてくれましたけれども、どうでしたか。はい、いや、初めてアシスタントっていうものをさせていただいて、いろいろね、なんていうのかな、アシスタントってこういうことするんだなとか、いろいろ分かった気がしました。でもお便りもこうちゃんと綺麗に読んでくれましたし、あと弥太郎さんのツッコミもナイスでございました。ありがとうございます。で、また皆様と一緒に楽しい時間を共有していけたらなと思っております。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。